今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。アイドルグループ AKB48 の高橋みなみさんが22日著書リーダー論観光記念囲み取材に出席しました。48グループが10周年を迎えた今年12月をめどに卒業を予定していた高橋さん、卒業が延期になっていましたが、ついに来年3月28日に正式決定。年内で活動はとか言いつつね、ちょっといろいろ詐欺問題みたいになっちゃって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。私は肩の荷を下ろしてですね、楽しんで3ヶ月過ごしたいなと思います。卒業まで残りわずか、最後まで高見さんらしく突っ走ってください。続いても AKB の話題。 AKB48 の入山杏奈さん、NGT48 の北原理恵さんが23日映画羊のショーンバックトゥザホーム DVD 発売記念イベントに出席しました。映画の内容にちなみ、危険を覚悟しても会いたい人を発表したお二人、美女にそこまで思われているなんて羨ましい。一体誰なんでしょう。ピースの又吉さんに会いたいです。知性とかお持ちなのに、はい、こうなんかひけらかさない感じというか。ナキ選手っていう方がいて、絶対心優しいわっていうね雰囲気を持ってるんですよと思いの丈をぶちまけました。又吉さん、ナキ選手ご指名入りました。タレントのビートたけしさんと嵐の二宮和也さんが24日 TBS 系年末ドラマ赤目高の試写会に参加しました。落語家立川談志さんの人となりを弟子談春さんの視点から描いたこのドラマ、二宮さんはこのドラマに相当自信があるらしく、見た方が絶対得するし、見ないと絶対に損をすると自信満々。一方たけしさんは、似ていると言ってもらえるよう一生懸命やった、とにかく自分にとっては光栄と噛み締めていました。モデルのリンカさんがハワイ州観光局親善大使に就任し、22日都内で行われた就任発表会に出席しました。親善大使はライフスタイル全般においてハワイの魅力を発信していくことが主な任務だそうで、自分にとっての壁っていうのにぶつかったりとかしても、やっぱりすごいそれを温かく守ってくれるこう人もすごい温かいですし、今置かれている自分の環境には感謝していますと早速ハワイをアピール。今後どんなハワイの魅力を伝えてくれるのでしょうか。オリコンスタイルエルサでは2015年ナイスカップルランキングを発表。1位に東出昌大さんとアンさん夫妻が選ばれました。NHK の朝ドラでの夫婦役から交際に発展し、今年めでたく元日婚したお二人、空気感もぴったりで憧れると多数の支持を受け堂々の1位。2位には福山雅治さん、吹石一恵さん夫妻、3位には爆笑問題の田中裕二さん、山口萌さん夫妻が選ばれました。2016年も幸せな報告お待ちしています。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。